人間ってたくさんの色の基準を持ってます。例えばこの地域は、例えばこういう色を使ったら、より住みやすくなるんじゃないかとかって、そういったことを意識的に使って、そして研究しているんだと思います。人間が色彩を分ける基準とは、例えば赤い色って言われても、全く同じ赤い色がみんなの頭の中にあるかわからないけれど、それを例えば記号とか数字、そしていろいろな表色系と呼ばれるもので、人とコミュニケーションを取ったりすることを研究しています。私たちの研究室では、例えばプロジェクターとか触ったら色が変わるっていうような、いろんな仕掛けを作って、みんなが楽しめるようなデジタルアートをみんなで作ったりしてます。例えばコロナの状態で簡単に人が多く集まることができないけれども、それでもやはり私たちっていろんな体験もしたいし、いろんな映像を見たいなって思ったりもするし、いろんな映像を使って、また色を使って、光を使って、社会に貢献したいなと思っています。交通信号で例えば赤から緑になったから渡ろうって決めるように、私たちって色を見て自分の行動を決めること多いと思います。私の研究室で研究しているのは、明かりの色とか、そしてあとその雰囲気とかで、例えばそのある場所から早く出たくなったり、もしくは長くいたくなったりとか、人の動きとか人の行動を変えたりって、いろんなことができるのではないかっていう、その可能性を信じて研究しています。